中村公園駅は愛知県名古屋市中村区報告通り一丁目にある名古屋市営地下鉄東山線の駅である。駅番号は H04。相対式ホーム2面2線を持つ地下駅で稼働式ホーム柵が設置されている。改札口は東改札口と西改札口の2カ所で、それぞれ1番ホームと2番ホームにつながっている。改札内に 両ホームを連絡する通路は存在しないので注意が必要である。これは同様の構造を持つ本陣駅についても同様である。エレベーターは各ホームに1台ずつ設置されている。エスカレーターも設置。駅の開業と同時にバスターミナルが併設された。ホームは南から北東に向かって大きくカーブしている。開業から高畑延伸までは岩塚方に 両渡り線があり、当駅終着の列車は、藤ヶ丘駅と同様に、一旦現在の本線に引き上げ、始発列車として、再び入線していた。2017年7月18日より、西改札街に、ローソン名古屋地下鉄中村公園駅店が、設置されている。もともと、東山線の起点であったこともあり、改札街には、小さな地下街の跡がある。 当駅は東山線駅、つとむく名古屋管区駅の管轄である。なお、駅業務は2016年4月1日より、園エキスパート株式会社へ委託されている。2019年度の乗車人員は475万7871人、同年度の1日平均乗車人員は1万3000人で、ある。バスターミナルが整備されており、 名鉄バスも乗り入れている関係で、市外の津島市、天市、大春町方面からの利用客も少なくない。名古屋駅以西の東山線は全体的に利用客が少ないが、その中では最も利用客が多い駅である。また、桜通線が当駅を経由して、大事、七方方面へ延伸する計画があるが、着工には至っていない。近年の年度別乗車人員の推移は、 下表の通りである中村公園駅地下街中村公園、大鳥居報告、神社市営中村公園バスターミナルターミナル内に3カ所、ターミナル外に6カ所乗り場がある。中村公園が、奇襲点となる系統のみターミナルに乗り入れる。名鉄バスは、中村公園が、奇襲点とはならないためターミナルに入らない。自動券外気発行の乗車券の券面には、駅名が、 ひらがなまじりで中村公園と印刷される。駅周辺の駐輪場は2009年3月1日から有料駐輪場となった。条例で駅周辺は自転車放置禁止区域に指定されており、自転車は有料駐輪場に停める必要がある。また、放置防止のバリケードや放置自転車で歩道が狭くなっており、気をつけて通行する必要がある。ありがとうございます。